10月29日、30回目のネバラジが終わりました。イエーイ、30回目です。30回目です。記念すべき30回目です。奇跡が起こりました。そういえば何、あ、そう栗ご飯が集合するという奇跡がね。今日のお昼のツイッターでさなんとなくあれ持ってくね、ふふとか言うから、たほが、さゆみお昼に栗ご飯作ったのっていうツイートしたじゃない、だからなんかあれってあれかなと思って、きっと栗ご飯だろうなと思ってて、で、ここで栗ご飯が揃ってまず、で IBS さん来たら栗ご飯のセット、と炊飯器とあって、これはもしかして作るのかと思って結局栗ご飯が2人作ってきちゃったから、作れた白米を炊くということになったんですけど、そんなわけで出来上がってる栗ご飯とまだできてない栗ご飯がね、揃うっていう奇跡が起きました、しまいました。すごくない？すごいと思う。だって今までさ誰も作ってこない。そう、急に、いきなりさ今日作りました。なんで今日だよね、本当に。ね、謎いわ。謎。そんなわけでですね、突然の告知なんですけれども、11月4日に水戸ご当地ちゃんライブボリューム5がコスプレナイトとして開催されます。イエイ。これね、そう、これね、こういう感じのね、当日はこれつけないと分かんないけどね、つけないと思うんですけど、当日は私たちが全身コスプレをしてライブをします。全身でなので、見てくれる皆さんもコスプレをして一緒に楽しみたいということで、全身コスプレをしてきてくれた人にはライブ始まる前に私たちとね、チェキを取れるというプレゼントがありますので、ぜひともそれも楽しみにコスプレをして来てください、ね、記念すべき1枚になりそうだね。なりそうだね。みんなと集合してる写真ってね。そうそうそう、なんです。なので11月4日オープンが4時半スタートが5時なんですけれども、チェキを取りたい方は3時半にライトハウスさんに集合してください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では来週のネバラジも聞いてくださいね。最後にじゃあ、お互いの栗ご飯の感想を、はい、あ、そうだね、あ、そうだね、さっきね、栗ご飯かほっほのね、手作りの、あ、開かない、開かない、食べたから一つ、そうだね、さっき食べたからね。そうだね。なんだろう、やっぱ自分ちとやっぱ違うけどね、栗がね甘くて美味しかったです、さゆちゃんちの。あー、よかった、美味しかったです。じゃあそれは会社に言ってください。そうですね、あの元なんだよね、さゆちゃんもね。そうなんですよね。じゃあ会社に電話して言っときます。栗がね、なんかね、特別栗を買うこともなかったし、もらうことも今回なかったので、普通に剥いてあるね、時間がなかったのでね、買ってきたんですね。買ってきたんですよ。なんです、私は手作りしたんですけど、栗はね、ひいおばあちゃんが剥いといてくれたやつを使いました。優しい。栗剥くの大変だよね。大変なんだ、剥いてあったんだよ、指痛くなっちゃう。買ってきました。美味しくできました、きっと。セミも一言。美味しかった。美味しかった。あのね、もち米だと思わなくて、もうそこがポイント高くて、もち米です。もちもちしてると思って。もち米大好きなんです。栗も美味しいしね。でちょこっとね、料理酒のあのお酒がね、そう、ちょっと入れすぎちゃったんです。効いてるなって思った。でも酔っ払ってないですよ。料理酒なんでね、うん、よかったです。そんなわけで次はちょっとお酒少なめで作ろうかなと思います。来週のネバラジも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。またね、来週。あ、っていうかさ、あ、そう、カホがこれハートにしてくれた。そう、さゆちゃんがハートでくれたから、うん、ちょっと食べたら俵型みたい、あの、ここ食べたから、そうだね、ここ食べたから俵型になっちゃって、うん、もう一回握り直してハートにしました。カホホのハートだよ、ほらみんな見て。絶対しないけどね、普段ハートなんて。しなそうだね。しない、むしろ綺麗に三角にもしない。お弁当の梅とご飯が反対子になってるぐらいの嫌がらせくらいそうだけどね、カホのツンデレ具合。しないんだけど、ツンデレでもない。梅干しにご飯が一粒みたいな。あるよね、そういうの。あるね、なんか見たことある、なんか。嫌がらせなんとかみたいな。そんなことはしませんよ。よかったですね、皆さん。終わりにしましょうか。ゆうきとさんいなくなっちゃったけど、ね、時報だね、きっとね、時報に行っちゃったんで10時の。じゃあ一応ここら辺で終わりにしたいと思います、はい、来週31回目のネバラジもぜひ聞いてください。今夜のお相手はカホホとさゆみんでした。バイバイ。またね、バイバイ。